天狗。天狗は、日本の民間信仰において伝承される神や、妖怪とも言われる、伝説上の生き物。一般的に山伏の服装で赤ら顔で花が高く、翼があり、空中を飛翔するとされる。俗に人を魔道に導く魔物とされ、外のリ様とも言う。もともと天狗という語は中国において、狂事を知らせる流星を意味するものだった。大気圏を突入し、 地表近くまで落下した下級マイナス3マイナス4等級以上の非常に明るい流星はしばしば空中で爆発し大音響を発する。この天体現象を方向を上げて天を駆け降りる犬の姿に見立てている。中国の四季をはじめ漢女、新女には天狗の記事が載せられている。天狗は天から地上へと災禍をもたらす強制として恐れられた。 仏教では、教論律の三蔵には、本来、天狗という言葉はない。しかし、消防年書へ、末期十九には、とあり、これは古代インドの、漢訳御社、という流星の名を、天狗と翻訳したものである。日本における書室は、日本初期、除明天皇9年2月、六百三十七年、との空を巨大な星が雷のような轟音を立てて、東から西へ流れた。 人々はその音の正体について、流星の音だ、地雷だなどと言い。その時、唐から帰国した学僧のアキラが言った。流星ではない。これは天狗である。天狗の吠える声が雷に似ているだけだ。アスカ時代の日本初期に流星として登場した天狗だったが、その後、文書の上で流星を天狗と呼ぶ記録はなく、結局、中国の天狗観は日本に根付かなかった。 そして除名天皇の時代から平安時代中期の長きにわたり天狗の文字はいかなる書物にも登場してこない。平安時代に再び登場した天狗は妖怪と化し語られるようになる。空海や延賃などにより密教が日本に伝えられると後にこれが大蔵会曼羅に配置される精神、静粛信仰と腐敗され、また、 奈良時代から縁のオズムより行われていた山岳信仰とも相まってった。山伏は妙利を縁とする傲慢で画験の強いものとして死後に転生し、魔界の一種として天狗道が一部に想定されて解釈された。一方、民間では平地民が産地を異界として維持し、そこで起きる怪異な現象を天狗の仕業と呼んだ。ここから天狗を山の神とみなす傾向が生まれ、 隠し天狗の像を重くして、犬品、山人、山の神などと称する地域が現在でも存在する。したがって、今日、一般的に伝えられる、花が高く、長く赤ら顔、山伏の小族に身を包み、一本葉の高ギタを履き、葉打ち輪を持って、自在に空を飛び割る巧みをするといった性質は、中世以降に解釈されるようになったものである。事実。 当時の天狗の形状姿は一定せず多くは僧侶型で時として同時姿や起業を取ることもあった。また空中を飛翔することから飛びのイメージで捉えられることも多かった。さらに凶日な二の転生したものを二天狗と呼称することもあった。平安末期成立の根弱物語集には空を駆け人につく鷹と呼ばれる魔物や顔は天狗、体は 人間で一体の羽を持つ魔物など、これらの天狗の説話が多く記載された。これは1296年、永仁四年に天狗造寺、七天狗絵として描写された。ここには、当時の幸福寺、東大寺、延暦寺、恩城寺、東寺、仁那寺、醍醐寺といった七大寺の僧侶が堕落した姿章が風刺として描かれている。これら天狗の様子は、 室町時代に成立したとされる、おとぎ造紙、天狗の代理の、倉間寺のご法馬王尊あるいは、倉間天狗などが大きな影響を与えていると思われる。平家物語では、人にて人ならず、鳥にて鳥ならず、犬にて犬ならず、足では人、頭は犬、左右に羽は絵、飛び歩くものとあり、鎌倉時代になると、是外坊絵巻き、満州印蔵をはじめとする書物に、 天台の僧に戦いを挑み、無残に敗退する天狗の物語が伝えられるようになる。また、林羅山の神社公、天狗論、また平田篤種の古今陽美公に京都市上京区に存在する白峰神宮の祭神である金色の飛びと化した、サヌキン、ストック上皇、長い翼を持つシャモ門となった、後鳥羽上皇、龍舎を狩る五代五天皇ら、 大平記に登場する五霊が天狗として紹介される。東鏡ま天福2年、1234年3月10日上の記述には、2月頃、なんとに天狗界が現れ、一夜中にして、人家千件に字を書く、未来府の三字と伝えられると記述されている。東鏡では、水星に関する記述も多く記載されているが、この天狗の記述、13世紀中頃に関しては、 彗星ではなく、別の怪異、K と認識していたことがわかる。外観についての記述はないが、字を書けるということはわかる内容である。人よにして千見の家に字を書くことが、人ではなく、天狗の諸行と捉えられた。天狗は、満身の根下とされ、花が高いのは、その象徴とも考えられる。これから転じて、天狗になるといえば自慢が講じている様を表す。 彼らはそうじて教えたがり、まである。中世には仏教の陸道の他に天狗道があり、仏道を学んでいるため地獄に落ちず、邪法を扱うため極楽にも行けない無限地獄と想定、解釈された。前述のように天狗が成立した背景には複数の流れがあるため、その種類や姿も様々である。一般的な姿は、主元者の様相で、その顔は赤く、 花が高い。翼があり、空中を飛翔するとされる。このうち、花の高いのを、花高天狗、花先が尖ったのは、カラス天狗あるいは、コノハ天狗という。種類としては、天狗として、世にあだなし、五を尽きて後、再び人心を得ようとする、波旬、自尊心と共慢を縁として集う、魔縁と解釈される場合もある。その伝承も各地に伝わっており、 変わったものとして、紀州に伝わる、山伏に似た白衣を着、自由自在に空を飛ぶ、空神、長野県上稲郡では、破天後といい、岩手県南部では、スネカ、北部では、ナゴみ、ナゴみタクリという、小正々月に、怠け者のスネにできるという暇だらをはぎ取りに現れる、天狗などが伝えられる。姿を見た者はいないが、5月15日の月夜の晩に、太平洋から飛んでくる。 アンモもこの類で、いろりにばかり当たっている怠け童子のすねには、茶色の批判がついているので、その皮を剥ぎにくるという。弱い子供を助けてくれ、病気で寝ている子はアンモを拝むと治るという。静岡県大井川では、諸国里人団に、一名を、境鳥と言い,い、顔は人に似て正面に目があり、翼を広げるとその幅や黒くしゃく、人間と同じような容姿、大きさで、 くちばしを持つ、この葉天狗が伝えられており、夜更けに皮も飛びかい魚を取っていたと記されている。また、鳥のくちばしと翼を持った、鳥類系天狗の形状を色濃く残す、カラス天狗は有名である。有名なゼガイボー天狗なども、この種で、多くの絵巻にその姿が残されている。にがなった、女天狗や、狼の姿をした犬貧という天狗もいた。神として、 信仰の対象となるほどの大天狗には名がついており、あたごさんの太郎坊、秋葉さんの三尺坊、倉間さんの僧常坊、倉間天狗、ひらさんの二郎坊のほひえいさんの星象坊、ひこさんの無前坊、つくばさんの宝印坊、大仙の宝器坊、かつらぎさんの高間坊、高尾さんの苗坊、富士山の太郎坊、白さんの 相模坊などが知られる。滋賀県高島市では、グ品山といい、大空を飛び、祭り見物をしたという。高島町を大溝に火をつけに行ったが、隙間がなくて失敗したという話が伝わっている。鹿児島県天見大島でも、山に住む、天後ぬかみが知られ、大工の棟梁であったが、嫁迎えのため六十畳の家を一日で作るので、藁人魚に息を吹きかけ生命を与えて使い、 二千人を山に二千人を海に返したという。愛媛県石槌山では、六歳の男の子が山頂でいなくなり、いろいろ探したが見つからず、やむなく家に帰ると、すでに子供は戻っていた。子に聞くと、山頂の祠の裏で小便をしていると、真っ黒い大男が出てきて、子供をたしなめ、送ってあげるから、目をつぶっておいでと言い、気がつくと自分の家の裏庭に立っていたという。 天狗はしばしば輝く鳥として描かれ、大松丸、蔓延とも呼ばれた。音量となったストック上皇が天狗の王として、金色の鳥として描かれるのはこのためである。また、山の神との関係も深く、霊峰とされる山々には、必ず天狗がいるとされ、それゆえ山伏の姿をしていると考えられる。実際に三神を天狗、台場とする地方は多い。現在でも、 山形県最上群の伝承に見える天狗は白髪の老人である。山伏を中心とする天狗の信仰は民間の仏教と古代から続く山岳信仰に結びついたもので、極めて豊富な天狗についての伝説は山岳信仰の深さを物語るものである。山形県などでは夏山の茂みの間にある十数坪の小ケチや砂地を天狗の相撲場として数計し、 神奈川県の山村では、夜中の木を切ったり、天狗倒しと呼ばれる山中で大木を切り倒す不思議な音、山小屋が風もないのに揺れたりすることを山天狗の仕業としている。鉄砲を三つ打てばこうした快音が止むという説もある。その他、群馬県利根郡では、どこからともなく、笑い声が聞こえ、構わず行くとさらに大きな声で笑うが、今度はこちらが笑い返すと、 前にも増して大声で笑うという、天狗笑い。山道を歩いていると突然風が起こり、山なりがして大きな石が飛んでくる、天狗歴。これは、天狗の通り道だという、天狗殿、天狗の爪とぎ石、天狗の山、天狗国など、天狗住む場所、すなわち、天狗の領地、犬品の住みかの伝承がある。金沢市の繁華街終わり町では、法暦5年、1755年に、 天狗粒手が見られたという。静岡県の小笠山では夏に山中から林の音が聞こえる会位、天狗林があり、小笠神社の天狗の仕業だという。佐渡島、新潟県佐渡市でも同様に山の神学、山か、らといって山中から神楽のような音が聞こえる会位を天狗の仕業という。岐阜県伊備郡徳山村、現、伊備川町では 天狗太鼓といって、山から太鼓のような音が聞こえると雨の降る前兆だという。また夜中に明かりをつけ飛ばす天狗の日の話など、神奈川県津久井郡内豪村、現、相模原市緑区で夜中に川へ、漁に行くと真っ暗な中を大きな火の玉が転がることがある。河原の石の上を洗い清め取れた魚を備えると、火の玉が転がるのが止まる。また、投げ網を打ちに行くと、 姿は見えないが少し前を同じく投げ網を打つ者がいる。また大勢の人の声や松明の明かりが見えるが、誰もいない。これは、川天狗と称し、川天狗に対して山に住む天狗を山天狗とも言う。天狗の揺さぶりの話もある。山小屋の自在針りを揺さぶったり、山小屋自体までガタガタ揺する。さらには、普段住んでいる家まで揺する。埼玉県引き群では、 天狗が家を揺さぶるのは珍しくなく、弓立山近くの山入りでは夜、山小屋を揺さぶる者がいるので窓からそっと覗くと赤い顔の大男がいたので、驚いて山の神に祈り夜を明かしたという話が伝わっている。特に鳥のように自由に空を飛び回る天狗が住んでいたり、腰掛けたりすると言われている天狗松、あるいは杉の伝承は日本各地にあり、 山伏の山岳信仰と天狗の相関関係を示す高齢である。樹木は神霊のよりないとされ、天狗が山の神とも信じられていたことから、天狗が樹木に住むと信じられたと考えられる。こうした木の周囲では、天狗の葉音が聞こえたり、風がうなったりするという。風が音を立ててうなるのは、天狗の声だと考えられた。愛知県ホイ郡にある大松の幹には、 天狗の巣と呼ばれる大きなホラー穴があり、実際に天狗を見た人もいるという。また、埼玉県小玉郡では、天狗の松を切ろうとした人が枝から落ちてひどい怪我を負ったが、これは天狗に蹴落とされたのだという話である。天狗の木と呼ばれる樹木は、枝の広がった大木や、二枝に分かれまた合わさって窓形になったもの、枝がコブの形をしたものなど、著しく異形の木が多い。 民族学者、早川光太郎の三州横山話によると、愛知県北下良群東郷村で沢の散策という、小引きが仲間8人と山小屋にいたとき、深夜に酒2章を買い、石油の缶を叩いて拍子を取り乱縮騒ぎをした。すると、山上から石を投げ、岩を転がし、小屋を揺さぶり、火の玉を飛ばし、周りの木を倒す音がした。一同は酔いが覚めて抱き合い、 生きた心地もしなかった。夜が明けたら木一本倒れていなかった。天狗のいたずらであったという。この話は、天狗倒し、天狗歴、天狗家、天狗の揺さぶりが一に現れたもので興味深い話である。これらの話は、大体天狗の仕業とされる代表的なもので、全国うらうら少しずつ話を変えて伝えられている。新州作居猫、長野県高見町の山奥に、 天狗、沢というところがある。ここに天狗が住み、里へ出て、悪事を行うので、天狗を神として祀ったら、それは亡くなった。天狗の宮を小玉神社という。古事記、日本書記などに登場し、天孫降臨の際に案内役を務めた国津神の猿田彦は、背が高く長い花を持つ用紙の描写から、一般に天狗のイメージと混同され、同一視されて語られるケースも多い。 祭礼で、サルタヒコの役に奮する際は、天狗の面を被った絵立ちで、表現されるのが通例である。天狗は、一説に仏法を守護する八部衆の一、カルラ天が変化したものとも言われる。カルラは、インド神話に出てくる巨鳥で、金色の翼を持ち頭に、尿意帽子をいただき、常にカエムを吐き、竜を常食としているとされる。奈良の幸福寺の八部衆像では、 カルラテンには翼がないが、京都の33県道の28部集のカルラテンは、一般的なカラステングのイメージそのものである。日本の古代に大陸より到来し、水戸朝から鎌倉時代初期まで行われていた仮面音楽劇であった、儀楽で用いられた儀楽面の一部に、後尾のテング面と鼻などの形状が顕著に類似したものが見られる。 また他の疑学面には、コンヒテング面同様、目が金色、白目が金色になったものがある。これらのことから、疑学面がコンビテング、面の起源であるとする説が唱えられている。なお、一般に偽学面の顔形は、古代西方世界人、白人の顔形に影響を受けたものが多いと言われる。その白人的特徴が、コンヒテング、面に受け継がれているとも考えられる。 生物の和名として天狗が登場することがある。動物について言えば花、または類似器官が突き出た外見にちなむものが多い。妖怪伝説天狗に関わる、その他の山。波外れた身体能力、権力など、人間離れした力を持つ者に対して天狗と呼称する暗誘が、江戸時代末期まで使われていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。